日本は、今や、世界で、一番危険な場所に位置している。ようやく、政治家も、日本の安全保障の見直しに着手している中、護衛艦加賀の F-35B 艦載化計画が進行中。今回は、護衛艦加賀の改修工事の内容と、F-35B 戦闘機、護衛艦伊豆、モノコンゴの役割を詳しく見ていきます。日向、八重瀬に、無人機専用空母として位置づけしてもいいと考えるが、私だけでしょうね。アメリカも、無人機を6割にすると言われていますし、原子力空母でも、無人機化が進むのですね。日本の来年2023年度の防衛予算は、2022年8月末に、これまでで、最高のおよそ5兆6000億円が、概算要求額の段階で求められて、折り加えて、現時点では、具体的な額には言及されない事項要求も、その後追加で計上されることとなる。今回の事項要求は、少なくとも、100件以上の数に上るため、その額は、推定では1兆円ほどになると予想されており、年末に控える2023年度予算の確定時には、これも加えて、総額6兆6000億円ほどに達するものとみられている。こうした日本の防衛予算の増額は、無論、軍事力の拡大を推進する中国に対抗するための施策だが、中国の軍事予算は、今年の2022年度分の公表額でも、すでに、およそ29兆円にも達しており、今後、楽に30兆円を超過してくる、勢いである。日本と中国の防衛費、軍事費の差は、現行のおよそ5倍から、さらに開くことは、あっても近づくことは、もはや期待できず、中国でも、人口減と、それに伴う GDP 額の減少が、今後は始まるとはいえ、直近で、その影響が反映される可能性は低い。こうした現状の、日本と中国との予算規模による、軍事力の格差に対して、日本では、敵の兵器の射程範囲外から、自軍側のみが、攻撃を行える手法を確立しようと、長射程のスタンドオフミサイルの開発と配備に注力している。もっとも、そうしたスタンドオフミサイルの開発の代表的な例となっているのが、陸上自衛隊が現在装備している1蓋式地対艦誘導弾の射程距離を延伸すると同時に、発射破破機を複数のプラットフォームに拡大する動きだ。現行の1蓋式地対艦誘導弾は、最大の射程距離でも約 200km 弱と、いわば中距離攻撃用の兵装ではあるが、能力向上型では、その最大射程距離をまず約 900km、最終的には約 1500km まで延伸する計画となっている。さらに、発射母体の多層化という点では、陸上配備の車両による自発型に止まらず、艦艇に搭載する艦発型や、航空機に搭載する空発型への展開が予定されており、陸海空のそれぞれの分野で、スタンドオフミサイルの配備を進める方針だ。また、ミサイルとしての新たな分野としては、島嶼防衛用の高速滑空弾の国産化が同時並行で進められており、中国からの圧力が増大している南西諸島の島嶼部の防衛にとって、今後中核を成す戦力となることが期待されている。これらに加えて、南西諸島の島嶼部の防衛に向けた改修が進められているのが、海上自衛隊のヘリコプター搭載型の出雲、片護衛艦、艦式号、DDH の2隻、1番艦の出雲と2番艦の加賀の航空母艦化と言えるだろう。防衛予算上から見れば、出雲、片護衛艦の2隻に対しては、2021年度予算から約31億円、2021年度予算から約203億円、2022年度予算から約61億円がすでに投じられており、短距離離陸、
垂直着陸が可能な F-35 ライトニング2B 型を艦載機とする準備が進められている。出雲、片護衛艦は、航空母艦化するとはいえ、その改修が完了した後でも、F-35 ライトニング 2B 型の最大艦載機数は、1艦で、およそ10機前後と見られており、アメリカ海軍等の大型の航空母艦と比すれば、同じ括りで考えることのできる艦艇とは言えない。しかし、現行の日本では、南西諸島方面で自衛隊の戦闘機が配備されているのは、沖縄本島の那覇のみであり、仮に、有事の際に、中国側からの、その滑走路への攻撃が成功してしまえば、航空戦力の投射量が激減する事態が想定される。その意味でも出雲、片護衛艦2隻が、おのおの、F-35 ライトニング 2B 型を10機ずつ、でも艦載機化できていれば、移動可能な海上の滑走路として、投射可能な航空戦力を保持できることを意味し、容易に、航空優勢や制空権を与えずに済む可能性が高まる。また、F-35 ライトニング 2B 型を、日本では、航空自衛隊が42機を調達することが、現在でも確定しており、これらを出雲、片護衛艦の艦内の格納庫に、すべて収納せず、飛行甲板上への露天駐機まで、考慮すれば出雲、型への搭載機数は、10機以上を確保も可能だ。航空自衛隊における F-35 ライトニング 2B 型の配備基地には、現行の宮崎県の新田原基地が、ほぼ確定しているが、今後建設が予定されている、鹿児島の馬毛島等と出雲、片護衛艦の組み合わせで、カバーできる範囲は、南西諸島一帯に広がるのだろう。出雲、片護衛艦は、基準排水量が 19,500 トン、満載排水量が 26,000 トン、全長が 248.0 メートル、全幅が 38.0 メートル、深さが 23.5 メートル、喫水が 7.3 メートルの艦体を持ち、これは、現在の海上自衛隊の艦艇の中では、最大の規模を誇っている。この出雲、片護衛艦の機関には、複数のガスタービン機関を組み合わせた、小ガグ方式が採用されており、1機あたり28000馬力を発生するものを、4機搭載しているため、合計での最大出力は、112000馬力、最大速力で30ノットを発揮する。ちなみに、出雲、片護衛艦は、建造費としては、1番艦の出雲が約1208億円、2番艦の加賀が約1170億円とされており、最新鋭のイージス護衛艦であるマヤ型が、満載排水量1250トン。全長 170.0 メートル、全幅 21.0 メートルの規模でおよそ1700億円である。この比較からすれば、はるかに、マヤ型よりは、規模が大きい出雲、片護衛艦は、安価にすら感じられてしまうのだが、やはり、これは、最新のイージス戦闘システムを搭載するための、その取得費用が大きいことの証左でもあるのだろう。余談だが、陸上配備型のミサイル防衛システムである、イージスショアの導入中止を受けて、導入が決められたイージスシステム搭載艦は、基準排水量で2万トン、全長 210.0 メートル、全幅 40.0 メートルほどの大きさになる可能性が報じられている。このイージスシステム搭載艦は、イージスアショアで使用予定であった弾道ミサイル迎撃用の SM-3 に加えて、巡航ミサイルや航空機も標的とできたる SM-6 や、前述した一二式地対艦誘導弾の能力向上型も、並走に据えるとの指摘もなされている。現時点で、このイージスシステム搭載艦の建造費用は、
およそ2500億円規模に達するのではないかとの推察も出てきており、艦の規模で出雲、型を、建造コストで摩耶型をも凌駕して、海上自衛隊の艦艇で最大規模になる模様である。さて、こうしたイージスシステム搭載艦が、真に、日本の防衛に貢献するものか否かについては、これまでのところ、否定的な見解の方が多いように見受けられるが、巨額の費用を投じるだけに、慎重な計画の推進を願うばかりである。出雲、型護衛艦は、航空母艦化改修の渦中にあるが、現時点の2022年で、航空母艦と分類される艦艇を保有、運用している国家は、アメリカ、イギリス、フランス、イタリア、そして、中国、ロシア、インドとタイの、わずか7カ国しか存在しない。これらのうちで、タイの、チャクリ・ナルエベトは、かつては、中古のホーカー・アシドレー・ハリアーをスペインから、調達して艦載機としていたが、2006年に、老朽化によって運用を止め、今は、回転翼機のみとなっているため、事実上は、もう航空母艦とは言えない。さらにアメリカの大型原子力航空母艦のような、固定翼機を、カタパルトで、射出しアレスティングワイヤーを用いて着艦させる、燃料や兵装を、艦載機に、多く搭載することが可能なキャタバー方式は、同国とフランスでしか運用されていなかった。近年増強著しい中国海軍は、遼寧、山東、と、固定翼機を、スキージャンプ方式で発艦させ、着艦装置を備えた、形のストバー方式であったが、今年2022年6月に浸水させた、福建から、初めて、カトバー方式に切り替えるものとされている。